震災で学生39人と教職員2人が犠牲になった神戸大学では震災慰霊献花式が営まれました。黙祷。震災での犠牲者を追悼する慰霊碑の前で営まれた式典では遺族や学生そして教職員らが黙祷を捧げました。神戸大学では学生39人と教職員2人が犠牲になりましたが震災から24年がたち遺族の高齢化が進んでいます。今日の式典では武田博史学長が代表で花束を手向けた後遺族や教職員が慰霊碑の前で献花しました。生きてるということがどんなに大切か、これは体験した人間じゃないと分かんないでしょうねっていう。阪神・淡路大震災のことを私も知らない世代ですけど、もうずっと何年経ってもつないでいきたいという思いで。遺族は亡くなった家族などの名前が刻まれた碑の前で手を合わせ亡き人に思いを馳せていました。